ミュージックアワー。ゲージュートラックです。始まりましたが、また頭から失敗しましたね。録画ボタンを押さなかったっていうね、まあそんなようなことで、第3回目、ゲートラミュージカーは、始まりました。3回目よくぞここまでやってきたと。本当にもう本当毎回ね、大変ですね。でしかも今日は、フルプラグドということで、ちょっとよくわからない人にはわからないかもしれないですけど、知ってる方にはアホかこいつだと、なんでフルプラグドまでやるねんということで、ちょっと紹介するとですね、ドラマーの涼次、涼次は今日ですね、V ドラムをスタジオに運んでまいりました。やりすぎです。しかもちょっとあの見えるでしょうか、この辺シェルっていうね、あの枠がね、なんと、まあ、ヒョウ柄ってこのバブリーな感覚もうしょうがない。あ、ちなみにあのフルプラグドのですね、説明しておくと、ちょっとノリ、あのドラム位置にってあるじゃん、それ下げてみてくれ、バーッと一番下まで、はい、で、じゃあ涼次ちょっと叩いてみてくれ。分かります、皆さん全然音が出てない、スタジオの状態ってこういう状態でやってるという意味合いを示します。はい、ありがとうございます、はい、じゃあノリちょっと手で上げといてください、はい、ということでね、今日は全部オンラインでやってですね、みんなあのイヤモニをつけてやっているということで、それも今朝決まったっていうのはとんでもない状態で、まあ、あの頑張ってやっておりますけれども、じゃあ早速ですね、今日の、ゲストガイタレです。ガイタレですね、帰国、ま、あの直後の、ジェリー松藤君、イエーイ、ということで松藤君を迎えまして一曲やってみたいと思いますけれども、はい、これは松藤君の勝手のリクエストということで、はいはいはい、我々に無理難題を吹っかけるという、ね、いやこのバンドがいいかなってこのバンドでやるとかっこいいかな、かっこいいのは分かるんですけど、相当大変でしたですね、まあまあ、ということで、はい、ドライブミナッツという曲をやってみたい。88年のピンククラウドのナンバーをお届けします。There's a fire here in this crazy town.
はい、ということで終わりまして、あ、終わった無事に終わりましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、次はトークのコーナーへ行きたいと思います。はい、はい、じゃあ皆さんちょっとしばしお待ちください。はい、これコマーシャルまで流れるんですか。いや、これコマーシャルはあの最初の15秒ぐらい流れる。ほら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 、そんな今頃ユーストリームの内容を語ってたらあかんよ。はい、じゃあいいですか、スタートしてますよね。 OK ですって言ってるんで、じゃあトークのコーナーに移りましょう、はい、改めて、はい、改めてジェリー松藤くんです。イエーイ、カメラあっちですから、よろしく、はいはいはい、ロンドンのみんな見てる、やってくれよ。やってないやってない、夜中だし。あ、そう。じゃあニューヨークのみんな見てる。夜中だから。ということで、はい、はい、ということで、まあ松藤君とはその、まあ、大学時代のっていうまたいつものパターンなんですけども、一つ私と康介の一つ下、まあ、はい、西良二君と、同年代ということで、まあ、この二人はねずっと一緒につるんで、うん、高校時代から。バンドもして。いや、高校時代バンドしてないね。同じ高校だよね。同じ高校同じクラブ、はい、っていうね。うん、感じで。でも実際さ、うん、あんまり絡んでないんだよ。あんまりね。うん、1年生の時しか一緒にいるの。友達でもなかったかもしれない。友達でもなかった。どういうこと？どういうこと？高校あれ？1年生の頃は友達でもないでしょ。2年ぐらいから。そうそう。同じ高校から上がってきたんでしょ。そうですそうです。いや、高校の2年ぐらいから僕は同じクラブに入ったから、そこで知り合いました。すげえ付き合いだね。途中から入って。そうそう。あ、そう。もうじゃあもう本当に30年付き合ってるってことなんだ、うん、おすごいな、そうだ、高いアブロになりよ。そう、いや、もういつもなんか気になるのはやっぱりねアフリカンな、今日このアフロが今日のテーマは、うん、はい、じゃあ亮次ちょっと今日のテーマは衣装がアフリカです、うん、アフリカ今日はピンマイクついてるからね、リターントゥアフリカ、リターントゥアフリカ、どこへ帰るのか、よく何に向かってるのかが分からへん。さっきの洋画だといい、まあいいや、まあ、まあ分からへんですけどね、はい、ということで松藤君を迎えてたんですけども、はい、ずいぶん長い間日本を離れてましたね、はい、2004年から、10年、うん、7月からですね。そう、単身になってからどれぐらい。単身になったのは2011年、うん、10年か、10年、2010年、4年くらいか、経ってるよね、うん、あ、まあ、にしても、まあ、海外生活は長いと。2004年ですよ。どこ行ったの。どこ行った、まあ、改めて見てる。そうそうそう、まあ、ニューヨークだから6年でしょ、6年半、うん、6年半で、その後ロンドンに移って、うん、ロンドンで3年半、音下げてって、音量下げてってなんか変な音、変な音出てる、喋って喋って喋って、そうそうそう、ああ、そうかそうか、そう、ちょっと亮次君が下手こいてるんで喋ってて、ああ、そうか、まあ、アーカイブや、そういうこう10年間放りっぱなしで帰って来られてですね、うん、まあ、多分浦島太郎状態だと思うんだよね。で、まあ、浦島太郎は浦島太郎の生き方が多分あってさ、うん、で、まあ、今日の実はトークテーマって前決まってたんで、うん、今までの10年、これからの10年、これからの10年なわけよ、うん、で、まあ、芸術トラックそのものは、まあ、50代をどう生きるか、うんうんうん、アンダーグラウンドで言うと、どうも50代って女の人のが元気じゃないかみたいなのがあってさ、うん、おばちゃんがこうつるんで見てるとさ、うんうん、元気じゃん、で50代の男と俺たちなんか本当にこのままで大丈夫かなみたいなのがあってさ、うん、で、まあ、50代を充実して生きるにはやっぱり意識して多分生きないと、うんうんうん、みたいなので実は始まってる、ね、元気ですよね、うん、で、まあ、結構ちょっとペースが速すぎて俺たち今結構息切れしてんだけどさまあそれを置いておいて、俺たちは置いておいて、まあ、それが、まあ、テーマで、この番組始めたから、まあ、今まで10年やったものをここから先どう、あと10年ぐらいのタームで見るとさ、何どう生かそうと思うみたいな話は一応聞いとこうかなっていうのがテーマなんだけどさ、どうよ、まあ、まず過去10年で得たものとか、前向きにみたいな、どう、この10年、あと10年生きるにおいてどう、ちょっと10年生きるにおいて、うんうん、得たものっていうか、まあ、海外のキャリアっていうのはもちろんあんないけどさ、まあ、一言で言ったら他になんかこうあるし、こういう10年にしたいみたいな、なんでしょう、うん、まあ、でもね、2004年に出たでしょ、うん、2004年って
みんなが今普通に使ってる iPhone とかなかった、ね、うんうん、なるほど、うん、でそこからもうこの10年でこんなことができるライブでもぐらいまで進化して、ね、技術的に、ね、そうそうそう、うん、でそんな中で、ね、まあ、技術の変化はアメリカでも一緒なんだけれども、やっぱり日本の文化とか日本のトレンドみたいなものを知らずに育ってるから、あ、まあ、そこはちょっと今からキャッチアップしないかな。いやでもうちの会社でもよくあるんだけどさ、やっぱり一回出た方が日本の良さってこう、うん、そうかもしれないですね、思うじゃない、うん、で結構日本のことを勉強するやつとか現代行ってから、ね、うんうんうん、いや控えすったのが欲しいけどさ、うんうん、それはと向こうにいるやつが日本のことを知りたいのにちゃんと喋れないみたいなのが動機になってたりしない、うんうんうん、文化的なことしあれ知ってるか、葛飾北斎知ってるっつったら、ね、ちゃんと喋れないとかさあって、そのだから日本をこう見直す、リターントゥ、うん、さっきアフリカっつったけどリターントゥジャパンみたいなのが、うん、もうってアフリカで、でいいですか、まあ、ちょっと衝撃の事実言いましょうか、さっきまで流れてません、マジっすか、こっから流れてる、何それ、映像が流れてない、流れてない、だからもう一回やろうドライブピーナッツはもう一回やろう、じゃあ演奏知らないみたいな、まあまあ一応トークは終わりながら、ね、まあまあ、そう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 、はい、ということで、まあそういうのをひっくるめてさ、やっぱ日本の良さをこう見直してこうあと10年みたいなのがないっていうのが聞いてみたかった話、あ、日本いいでしょ、やっぱ日本は、うん、やっぱいいですよね、うん、うん、飯もうまいし、そうそう、ただね夏に帰ってきたらその暑さだけがね、まあそうだ、ね、うん、ずっとニューヨークとロンドンって、ロンドンなんてもう部屋にエアコンとかないですからね、あ、そうか、うん、うん、それでも真夏でも、いやだからついてないから、はい、ていうか涼しい、うん、涼しい、涼しい、うん、で冬も寒いの、そう、だ寒いって言ってもそうでもないですよ、うん、まあ、体の順応をこう、そうそう、それがね、もう汗が出ないしね、最近ね、あ、いいね、いや、よくない、よくない、俺、どうよ、どんだけ汗かいてるかも、ね、ちょっと体型的なもん、ね、体型的なもん、そうそうそう、ちょっと隠しとかないと、前回のオンエアですげえ腹になってたからでも、この中では渋谷さんが一番体型も髪型も変わって、はあ、そうですね、いや、違う違う、去年のね、映像、昨日見てたの、地震とかだから、うん、去年って若かったよ。どういうことやろ。どういうことや。やっぱり白髪にしちゃったのと。これですか。なんかさ、外人っぽくなってない。ジェリー。うん。外人っぽい。いい感じ、いい感じ。絵面としては外人なんだ、ね。外人2人、3人を。そうそう。今日はハーフじゃないですけど。ブラッキー。うちのおかみさんに言われたりして。3人。何の話だ。でどう行きましょうかね。と体順応させた後にじゃ、うん、何をこう。うん、目指してとか求めてか、何を目指して、どうよ、うん、難しいこと聞きますね、最初に振ってたやんけお前、こっから先10年どうやって生きていくねみたいな、どうよ、どうってね、なんか思うことあるやろ、うんうん、でもやっぱり日本のいいところを探す旅とか、うん、もうそういうのはしたいですね、うん、あとやっぱりね、帰ってきてね、10年経つとね、みんな忘れてるかなと思ったら、うん、やっぱりみんな覚えててくれてて、そんな心配してた、まさか、いやいや、もうね、だって10年いないと何が起こってるかもわからない、本当に浦島太郎なんだ、うん、そうそうそう、だからでもみんなよくしてくれて、うんうん、で、なんか同窓会みたいな、もう毎日同窓会って、ね、まだやってんもんな、まだやってる、長いよな、わかんない、まだ帰ってから平日家で飯食ったら1回しかないですから、ね、マジっすか、そうそうそう、そうか、なので、だからそういう人もね、もう一回こう会いたいし、うん、そういう関係をね、やっぱつなげていって、うん、老後に備える老後の前にあと10年どうするかって話をして、そういうことね、ヒジュートラックスはあと10年50代のあと10年をどう生きるかっていうのが壮大なテーマ で、うんうんうん、で3回やって、うん、3回で息切れネタ切れ10年持てへんやろ、ネタ切れ、息切れ、資金切れ、でも資金切れあるあんまりのもうつぎ込みすぎてエネルギーとかね、でもまあこの10年やっとかないと老後なんて語っちゃダメなんじゃないかなっていうのがあってさ、ね、ちゃんとさ、うん、普通にやってりゃあっという間すぎるでしょ、うんうんうん、だってジェリーの海外なんて10年あっという間すぎたでしょ、うん、ここから先なんかもっと加速的に多分過ぎていくだろうなって思ってるわけさ、うんうん、でそういう意味じゃこういうのやっとけば、うん、まあね、次の60代になったらまた違うこと考えるんだと思うけど、うん、ってみたいなね、そういうのがあってさ、だからぜひ日本の良さをね、それをね、先にね、多分見つけられると思うんだよ、うん、で海外の今までの友達なんかにさ、そうそうそう、実はこんないいとこあんだぜってぜひ言ってほしい、うん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 、そう
だからジェリーをこう呼んだ、まあね、昔バンドでやってたっていうのがあるんだけどさ、うんうん、結局そういうつながりを持った人が帰ってきたって、うんうん、でつながりを持った人が日本でこんな50代アホなことをやってるのもいいしさ、うんうん、でこんないいものってみたいな、まあ、伝える役目があるんじゃないかなと、なるほど、いうのもあって、うん、じゃあジェリーに出てもらって、うん、みたいなことをね、なんか、うん、そう今回の企画なので、なんか達郎さんが、いやいやいや、どうぞどうぞトークしといてください、ういう段取り悪いからもうトークということで、もう今日は段取りも減ったくれもないんで、まあ、3回目にしてまだこの低たらくということで、あの海外の皆さん見てたらですね、ぜひあの JD にずっとアクセスし続けていただきたいと思うよ ね、はいはい、ね、録画とか見るかもしれないじゃん、うん、オンタイムじゃ無理だと、まあアフリカの人は無理だと思うけど日本にもこんなアホがいると誰だあれはっつって、ね、ただ言われちゃったりする、あいつは何人だとかっつって言われるんじゃない、うん、でも何人って言っても大丈夫だからインドネシア人とか、そう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 、俺もフィリピンとかあのイタリアとか ね、イタリア人っぽくなってきた ね、最近言われるのイタリア人っぽいってね、結構ね、うん、いやマジで間違えられてる、そうマジで間違えられてる、あの中国のマッサージさんとか言うと、あのお兄さんイタリア人みたいな、何なことないっちゅう、イタリア語でジャパニーズみたいな、ね、なるほど。ということで、まあ、これを機会にです、はい、ぜひあのそういう活動を少しでもガンガンやります、うん、そうだね、お願いします、うん、はい、まあ、僕らもあの、ね、これ3回で一応やめるわけじゃない、うん、休憩するだけだそうそう、息切れって息切れなんで、ね、もうちょっと大変、そう、うん、いやでもこれ練習も楽しかったですよ、やっぱり、うん、あの普通のバンドの練習じゃないからね、うん、まあそこは戸惑いましたけど、恐怖だってこんなんなるって全然知らなかったから、だって僕らも分からへん、昨日の夜とか今朝決まってる話やから、もうむちゃくちゃだもん、ね、そこはね、まあまあそんなようなことで、なんかあのせっかく持ってきたんで、ええ、ちょっともうせっかくあの達郎君のグッズコーナー、グッズコーナーイエーイ、あの前回はあの前回はステッカーを作りましたけども、誰もあんまり欲しがらない、誰もいる人どうぞみたいな言ったら誰もいらないみたいな、皆さん欲しかったら言ってくださいね、めげないで、今回はめげないで、今回は缶バッジを作りました、イエーイ、映ってるかな、イエーイってな感じで、はいはい、皆さん1個ずつ、じゃあみんな ついていて、はい、まあいろいろね手伝ってくれた人とかね、にあの息子も来てます、うん、ぜひ、そして僕たちはあの、スタッフはスタッフメンバーは T シャツをそういえば作ったんだけど、T シャツを作りました、そうそうそう、まあ、これはあの非売品、あの、うん、好きだよね、次何作ろうかな、あれはどっから来てんのグッズ、いやほらあの要は、うん、まあ、そのね前 の HKT っていうのもそうだし、うん、まあ、これもそうだし、うん、まあ、いわゆるなんかシミュレーションしたいわけね、シミュレーション、音楽ビジネスのシミュレーション、シミュレーションって言ったら言葉いいけどごっこだよね、ごっこミュージシャンごっこみたいな、言うなよごっこって、ごっこって言うなよ、前回もそうですよ、CD のパッケージから作りました、 DVD のパッケージ作ったとかね、うん、果てあの、うん、ツアーパンフまで作っちゃったでもかっこよかった、そうそうそう、でそうなってきたら今度は何がいるかと、グッズ、うん、次グッズ行ってんだよ、ね、この次はこの先はどこに行くんでしょう、いや分かんない、グッズ終わったらさ、やっぱ海外進出しかないんじゃない、海外進出ってこのさんやな、ね、このセット持ってさ、うん、なんか海外進出するまあ、ね、ぐらいしかないから、ね、海外かな、うん、本当にね、小豆島ぐらいにしといてくんないかな、それかまあ温泉ぐらいまあ次はねちょっといろんなあのちょっと休憩してる間に、はい、あの新しい企画も考えてまして、もっと緩い緩くない、緩い感じの、ね、ことで考えてますね、みんなで温泉行こうか、ゲリも行くか、行きましょう、そうそうそう、ということで、はい、あの放送が前半流れておりませんでした、なのでもう一回これ今どうなるんですか、いや途中から始まってるからみんなびっくりって感じから、ああでもあのアーカイブってね録画残ってるんで、録画は最初からスタートしてるんで多分大丈夫だと思うんですが、一応ドライミーナッツだけやろう、念のため念のためあのドライミーナッツと、はい、でもう、はい、あの2曲続けて、2曲続けて、まあ、3曲続けて、3曲続けて、ちょっとやっちゃおうかなと、はい、いうふうに大変失礼いたしました、はい、ということでじゃあトークのコーナー終わりで演奏の方に行きます、よろしく、こういうことも多々あるっていうか、まあ、今まで無事だった方がちょっとマシなのかもしれなくてですね、今までもあの実は結構いや始められるんかいなというやばい部分がいっぱいあったんですけど、今日は大丈夫かなと思ってたら案の定来てしまったと、大体あの毎回毎回の環境変えすぎなんだよ、そうね、あの
本当に毎回毎回の違うものを持ってきて、毎回同じものが一回もないと、まあ、そういうような感じでやってますのでね、しゃあないですね。いきなりあのドラムの胴に前の番からシールを貼っちゃうやつ、表から入れるやつとかね。で明日 V ドラ持ってきますからよろしく、突然言うなよみたいなことで、一応前振りしてたよな。そう先週からいろいろ前振りはしてたけどね。はい、皆さんどうですか準備は。ちょっと待ってください、ちょっとつないで、はい、ということで、前半何を喋ってたのかちょっとよく分かんないんですけど、うん、トークは途中からスタートしてるんで。あ、そうね、今日は、この後の曲でですね、松藤君が、ボスの新製品 VE2 ってやつを使うんですけど、会社の宣伝してやがる。 いいじゃん別に時間あるんだからと、いうことで、それはね、歌のキーに合わせてキーだけ設定しておくとハモってくれる。ハモってくれる。ちょっとジェリーちょっとだけやってみましょうか。はい、あー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 おー、これ足元にねちょっとあってこうちょんと踏んでるだけなんですね。その話後の方が良かったな。まるで俺が合わせてるように。それダメ、それダメ、それダメ、そういうインチキは通じないから。はい、じゃあ皆さんどうですか。ということで、前半オンエアで、まあ、流れてなかったんで、松藤君のたっての希望の曲をですね、はい、アーカイブではもう一回流れてますけど、まあ、もう一回やりましょう、はい、ということで、はい、ドライビーナッツをやりたいと思います。イエーイ。There's nobody else in this place.
2度目のドライビーナッツが終わりましたけど本当は流れたか、ちゃんと流れてます、大丈夫です、ということで、この曲は、松藤君にのリクエストでやりましたけども、はい、次の曲はですね、まあ、さっきトークでねちょこっと途切れ途切れのトークでしたけども、松藤君が世界中を飛び回ってたということで、うん、我々からの、まあ、課題曲というかね、はい、これもちょっと超難解、まあ、何回の曲をこっちにくれたんで何回の曲を渡してあげたという感じですけども、ちょっとあの松藤君も大変な思いをしたと思いますけども、はい、このいやボスの新製品が助けてくれました。あ、素晴らしい。あ、素晴らしい。そういう言い方もあるんだ。素晴らしい。素晴らしいね、うん、君は素晴らしい。愛車製品新習った方がいいんじゃない。俺、うん、あ、俺いっぱい買ってるからさそうだね、貢献はしてる。そう、貢献はしてる。愛車製品があるかどうかは、うん、大丈夫。ノーコメント。大丈夫。ということで、じゃあ、その松藤君の、はい、世界一飛び回ってたというところからですね、モンキーマジックのアラウンドザワールドやってみたいと思いますけども、はい、モンキーマジックのっていうところから始めたいと思いますので、OK ですか。はい、はい、じゃあよろしく。
my true brother. Let's kung fu. はい、ということでジェリー松藤君でした。どうもお疲れ様。ということで、まあトラブル続きでしたけど、ええ、まあなんとかここまで来ましたね、コウスケ君。いやー今日はちょっとね、さすがにね。いや今日はね、今日はまだね、良かった方だね、始まるまでよね。今日だってピック2回も飛んでるもん。まあ、ピック飛ばすの好きやからね。いやーなんか飛んでいくんだよ。ということで、まあ先ほどちょっとねトークの中でお話をしましたけども、ゲートラミュージカルはちょっとだけ休憩させていただいてですね、また新たな形でスタートをしたいと思いますけども、その間は、ゆるい、ゲートラの番組をやる予定でございまして、まあ生でやるかどうか分かりませんけども、アーカイブかもしれません。50のおっさんがね、あんまり飛ばしすぎるとね、そう結構ね月1っていうのは大変だったっていうことがね、やってみて分かるっていう。まあテレビでもね何でも3ヶ月ワンクールと、まあそんな感じ、ね、いうことですので、はい、またゆくゆく先にはですね、リアルタイムのライブも、そうですね、ね、皆さん来ていただけるようなライブもやりたいなと、早くライブやれというふうに言ってるやつも中なんかね言われるんだよね。でライブやってるようなもんなんだよね、こっちから。これライブより大変よ。毎月
月1回ライブやってる感覚で、まあまあライブはライブやから、ね、それでもなんか人前でやるとみんないいんだよ ね結構辛いね。頑張ります。まあまあ泣き言言ってもしょうがないんで、はい、まあ、自分らでね、ここまでやりましたんで、ぜひですね、最後は、我々の、まあ、オリジナルの曲ということで、まだこれも途中ですのでバージョン2.5 メンバーの、テクニックも 2.5 ぐらいですね。もうちょっとバージョン上げないと たまに漏れるみたいな、1.8 ぐらいになっちゃう。覚えてねえっていうね。いやでもそれでもよく練習してる。なんかそういう意外に、ありがとうございます、ということで、じゃあ、はい、心のナイフエクスチェンジツーザナイフやりたいと思います。はい。
会いましょう。さようなら。ありがとうございました。また会える日まで。